ブラウンシュバイク公聖子カール、フリードリヒゲオルクバイチュが、カールゲオルクアウグストフォン・ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル、は、ドイツブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル公爵家の聖子。ブラウンシュバイク・ボ,ルフ,ル,クボルフェンビュッテル公、カール・ビルヘルム・フェルディナントと、その妻のイギリス王女・オーガスタの間の長男として、生まれた。1789年、投校は、オランダ総督、オラニエウィレム世の娘。 ルイーゼを、長男の嫁に迎える演談を整えた。これは1787年、投稿者が、主君のプロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム2世の命で、オランダ愛国派の反乱を鎮圧し、大妹ビルヘルミーネとその夫・オラニエコを救った、ことに対する、オラニエ側の感謝という義の念から成立した、縁組だった。 二人の結婚式は1790年10月14日にデンハーグで挙行され、夫婦はブラウンシュバイクに今日構えた。カールには知的障害と視覚障害があり、ルイーゼは彼にとって妻というよりは看護婦のような存在で、カールは彼女に介助されて生活していた。夫婦の間に子供はなく、ブラウンシュバイクボルフェンビュッテル工業の継承権は4。 て、フリードリヒビルヘルムに移った。1799年、ブラウンシュバイク宮廷を訪問した、スウェーデンのセーデルマンランド公爵夫人、ヘイトビヒエリーザベト・シャルロッテ王女は、カールとその弟たちについて、次のように描写している。公爵夫妻の子息たちは、幾分不代わりだった。後世史は丸々と太っていて、ほとんど目が見えておらず、もし知的障害という言葉を使うのに、 はばかりがあれば、変人であった。彼は、父君と仲良くなろうと努力していたが、不自然な振る舞いをして、いつも父君を不愉快にさせていた。厚生氏は常に喋り続けており、誰も彼の言っている言葉が理解できず、そのお喋りは全く耐えがたいものだった。扱いやすくはあるが愚かな人物で、火を崇拝していると言えるほどに愛しており、完全に妻の言いなりになっていた。 次男のゲオオルク講師はおよそ想像しうる限り最も奇妙な人物であまりにちぐなため一人にしておくことができず、いつも定心に付き添われていた。三男の講師も兄たち同様の奇人である。四男の講師だけが普通なのだが、不道徳な素行のために両親の悩みの種になっている。ありがとうございます。